みくみくん、うん、あれ伊原くんのさ、うん、話題になってるけんどう思う？その話題ね。うん、まあ伊原くんさ、うん、まあコラボもしてるしさ、そうね。まあそのバトルミリオネア、ミリオネアの頃からまあ知ってるんだけどさ、うん、まあいろいろ今さ、まあ大変だと思うんだけど、うん、まあなんか軽く話すと、うん、総額180万円の投資詐欺と賄賂詐欺発覚って感じで、うん、詐欺された方が借金まみれ左馬になってて。まあいろいろ問題になってると、うん、でまあ結構みんなこれ知ってる人いると思うんだけど、うん、まあ X ですごい話題になってて、うん、でなんか伊原くんと喋ってる動画みたいな、うんうん、あるじゃん、 あれでなんか打たれ殴られすぎて、まあ、記憶ないみたいな感じになってると思うんだけど、これさ、まあ俺はまあ本当は別にこれ喋んなくてもよかったんだけど、まあそうな、まあこのブレイキングダウンっていうコンテンツをさ、うん、やっぱ動画で取り扱ってるし、うん、まあ伊原くんもまあある程度関係性あるし、そうね、コラボもね、そうさせてもらってるし、今までこうブレイキングダウンの人のさ、うん、こう事件とかあった時に喋ってるから、うん、そうだね、ここだけ喋んないのはなんか変かなと思って、うん、そうね、はい、これで別にさ、いると思うよ、うん、あの動画の再生数目当てとか、うん、まあ、いると思うんだけど、まあそういう人はそう思ってもらって大丈夫なんだけど、うん、そうね、まあ、俺はやっぱ俺なりの意見をこう述べていくのがやっぱみっくんチャンネルかなと思って、間違いない、うん、ここはね、よくぞ来てくれたって感じなんだよ、逆に言ったら、まあまあ全部やっぱ思ったことを言うっていう忖度なしチャンネルじゃん。そうね、これしなくていいチャンネルだから、 それがいいとこでもあるじゃん。そうそうそう、誰からも制限を受けずにね。そうだからみんなね、そこはちょっと分かってほしいんだけど、うん、まあこれまあ俺思うのがよ、そもそもね、もちろん、うん、この詐欺にあった方の気持ちを考えて、まあ、自分がそうだと思ったら、うん、まあ、確かにムカつくじゃないけど、うん、ふざけんなって思うのは絶対当たり前だと思う。まあなんかこう活躍していくのも見たくないかもしれんよな。そうだから、こんなことされてんのに、うん、なんでこいつだけ日の目を浴びていいんだって思っちゃうのは間違いなくあると思う、うん、あるよね、人間だから、うん、それはね、自分もさ、この相手の方もまあインフルエンサー志望って言ってるからさ、うんうん、まあ、こう有名になりたいわけ。まあそうだね。そう、でも自分がこう詐欺とかされて、うん、そのした相手が有名になってくのは、うん、まあそれはね、納得いかないなっていうのは分かるんだけど、まあそうだね、うん、まあ根本ね、これ、うん、まあそもそも火のないところに煙立たないから、うん、まあ、伊原くんがその昔しちゃったことはもちろん悪いと思う、うん、うん、間違いない、うん、これはマジ擁護するつもりもなくて、うん、でまあ外録チャンネル今は非公開になってるんだけど、うんうん、なんか昔いろいろね、うん、悪いこともしてみたいな感じなんだけど、うん、まあ、確かにその時の被害者のこととか、まあ、この今の被害者の方、うん、被害者の気持ちになった時は、うん、ふざけんなって思うし、うん、なんか普通に生産とかちゃんとしろよって思うと思うんだ。そうだね。そう、ただこの伊原くんとこの方がやり取りしてるさ、スクショもあったじゃん、うん、あったね、あったね。 それではさ、なんか和解してる感じに俺は見えたの。うん、なんか全部貸し借りがないとかね。そう、これで貸し借り終わりましたって書いてあって、うん、それでいてこの伊原くんがこの富澤くんに勝って防衛した時、うん、防衛して話題になってる時か、うん、話題になってる時にこれをバンって出したわけじゃん、うん、まあ少なからず、まあこれはなんだろう、そうインプレッション稼ぎって言ったらあれだけど、うん、まあ話題になると思ってやってると思っちゃうんだよね、やっぱ、うん、この第三者目線でやるとね。そうね、なんか多分文集と一緒。そうだよね、まあちょっとさ、これ前の話じゃん多分、うん、それをさ、この一番この富澤大地選手に勝って話題になってる時に、うん、なんか出すっていう、うん、なんか言ったらさ、バンタム級チャンピオンの時にも出せたと思うんだ、まあ確かにね、間違いないね。絶対一番いい時とか、まあ言い方悪いけど、うん、一番いい時を狙ってこれ出したと思うよ。まあこう注目を浴びる時はね。そうだから、まあそこはまあどうかなと思うんだけど、うん、まあ確かに、まあでも被害者の気持ちになったら、まあそうしたい気持ちもわかるしっていう。そうよね、これ人間のさ、まあ、いい部分と悪い部分がさ、まあ、顕著に出てると思うよ、うん、確かにね、実際。あでまあ伊原くんからしたら、まあ清算し終わったと思ってると思うし、うん、まあ動画でもなんか言ってたんだけど、うん、確かなんか過去はもう変えれないから、うん、今の自分を頑張るみたいな、うん、まあ、それは俺も本当思ってて、うん、まあ、いろいろね、昔にさ、しちゃった人が多いのがブレイキングダウンだし、まあそうね、そう、その人の構成の場を作るのがまずブレイキングダウンじゃん。うん、水口さんも言ってるもんね。そうだから、みんな何かしらあるわけよ、うん、で、あら松浦社長分かる、 ABIX。 ああ分かる分かる分かる。もう言ってたんだけど、うん、なんか上に立つやつは、うん、昔何かしらグレーなことはしてると思うで、松浦会長言ってたんだよ。なんかそうだな、うん、それはまあ確かにと思うし、うん、まあこっからさ、伊原くんのさ、なんだ生き方次第でさ、うん、まあ変えられないけど、うん、その人たちにこうまあ、ね、生産していくことはできると思うしさ。そうだね、いくらでも真摯に向き合うことはできるよ、ね、うん、そう、まあお金返してないことが他にもあるんだったらさ、うん、まあその返しながら別に活躍することもできるわけ。まあそうだね。そうで、そもそもなんか、うん、伊原くんのファンとか、うん、はやっぱさ、格闘技してる伊原くんがとりあえず好きなわけじゃん。まあそうね、ああいう戦い方とか、ブレイキングダウンの伊原亮太郎が好きだからさ、うん、やっぱ試合は絶対見たいと思うよ。まあそうだね、試合してたら見ると思うよね。そうそうそう、で、まあ伊原くんも結構あの来てると思うし今、うん、でなんか水口さんになんかベルト返上したいみたいな、うん、言ってたね、うん、伊原くんがそうなると結構相当心に来てると思ってて。まあそうだよ、なんだけメンタル強いね伊原くんだからね。そう
ただでもファンのことを考えたら、うん、まあアンチでもいっぱいいると思うんだけど、うん、俺は井原くんの試合を見たいし、まあ試合だけって考えそうだよね、絶対ね、絶対ファンとか絶対試合見たいからさ、うんうん、だからなんかそこはなんだろうな、ブレイキングダウンにまあ守ってもらうって言い方変だけど、うんうん、まあね、今後の井原くん次第でなんかいろいろ変わるんじゃないのかなって俺は思ってる。まあそうだね、今だけを見てこういう人はやっぱ多いからね。多い。まあそれがでも普通だと思うけどね。うん、まあね、そうね。確かにね。正直今起きてることが全てって思っちゃうじゃん。うん、まあね。ただまあ有名になればなるほどさ、まあ俺の周りってさ、うん、まあ俺は有名じゃないんだけど、そんなもんないよ。俺は有名じゃないんだけど、有名になってく人多いじゃん結構。そうだね、多いね。多いじゃん。うん、その人たちってさ、何かしらさ、出る杭は打たれるじゃないけどさ、うん、絶対やられると思うよ。そうね。うん、まあ、そこをなんか乗り越えてほしいなっていう気持ちもあるしさ、うんうん、まあ自分がそうだったら。ね、めちゃくちゃメンタルやむんだろうけどさ、うん、やっぱその分応援してくれる人もいるから、まあそうね、そう、まあね、全て全部きれいにして、うん、なんか今後も頑張ってほしいなって思うんだよね、そもそも。まあ一番、まあ、誰よりもブレイキングダウン好きだからね、井原くんは。そうなんだよ、なんか、ね、あんなにブレイキングダウン愛がある人って俺いないと思ってて、うん、なんかみんな結構さ、ブレイキングダウンをこう踏み台に踏み台にじゃ悪いけどさ、わかるわかる、経由して、まあ、大舞台に立ちたいとかさ、うん、まあお金稼ぎたいとか、うん、まああると思うんだけど、井原くん自体はさ、ブレイキングダウン守りたいじゃなくて、ブレイキングダウンをなんかこう大きくしていきたいみたいな、うん、舐められたくないブレイキングダウンをみたいな感じで、あんなにブレイキングダウンに貢献してる人、まあこのメディアとかのさ対応とかも含め、そうだね、そう、本当はめっちゃいい人じゃん、だって。そうね、直接会った時、まあ今の井原くんに関してはね、うん、少なからずなんか闇の部分は見えなかったけどね。俺らが見てる井原くんってさ、うん、情に熱くてさ、うん、恥ずかしがり屋でさ、うん、その頑張り屋さんみたいな、ね、真面目みたいな。で、それを隠すって。そう。それを隠して、それを言うと、あの、ブランディングで隠せるんでやめてもらっていいですかって言ってくるぐらい、可愛いというか、そうだね、うん。本当にただ真面目なだけだと思う、うん。まあ、過去に何かあったかはね、まあ、もちろん大事なんだけど。まあね。まあでも、一個言うと、うん、まあ、過去は変えられないから未来を頑張るって言うけど、うん、まあ、過去は向き合うべきだと思う、正直。そういうことだね。そう、過去に向き合ってなかったからこういうことが出てきちゃうわけだから、うんうん、そうだね、そう、うんうん、だからまあ有名になる前に、これ前も話したけど、うんうん、有名になる前に有名になっても大丈夫なような準備をしないといけない、うん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 、正直こう自分がガーンって行きたいんだったら確かにね、うん、なんか後からバンバンいろんなもっと出てくると思うし、まあそうだね、有名になってったらさ、うんうん、だからそれをこううまくって言っちゃあれだけど、うん、生産完全にして、もう絶対つつかれないようにして、うん、そうだね、うん、もうこうお互いというか基本的に迷惑かけてしまった側の気持ちやっぱクリアになるまで向き合った方がいいよね、うん、そうだね、やっぱ向き合わないとこうなるっていうか、うん、今逃げるってあれだけど、うん、やっぱこう なかったことにしよう、うまくしようって思えば思うほどさ、余計重なってきてさ、うん、確かにね、まあ過去やったことって結局返ってくるから、うん、だからそこをね、まあ、とてもわかるよ井原くんまあ井原くんだけじゃなくてね、うん、まあ、ブレイキングダウンに出てる選手、まあ全員が全員じゃないけどさ、うん、少なからず何かしら過去にさ、うん、あるわけだからさ、まあ、そこをしっかり心に決めておいてやった方がいいかなっていう、うん、そうだね、やっぱ下側っていうのはどんどん忘れていくからね、うん、そうなのよ、うん、やられた側はずっと覚えてるから、そうなんだよ、下側って忘れちゃうから、うん、でまあこの井原くんがさ、こう殴られて覚えてない、殴られすぎて覚えてないって言った、うん、まあ、それに対しても結構さ批判とかめっちゃ来てると思うんだけど、うん、なんか逃げてるみたいな、はいはいはい、なんか俺思うのが、この別にさ、その相手の方たち、うん、詰めてきてる方たちさ、うん、信頼してないじゃん、井原くんは別に。まあそうだね。そう、信頼してない人に、本当のことを言うかって俺思うの。いや、言わないでしょ。で、なんか下手に言ったらさ、うん、そこをカットされてさ、うん、うまく編集されて、うん、井原くん完全に悪いみたいに仕立て上げられるちゃうなっていう、やっぱその防御反応絶対出ると思うよ、俺、うん。なんかまあ、黙秘権に近いじゃないけど、うん、なんかあの場で、言うべきじゃないって感じたんじゃない、やっぱ。しかもこれって全部さ、うん、SNS 上の文面とかさ、スクショとかしか出てないでしょ。そうね。公的なやつじゃないよね。そうそうそう。だから、本当になんか、まあ、この個人でやってるみたいな感じだから、うん、そこに対して、まあ、本気で、まあ、被害者に対して本気で向き合うのはもちろん大事だと思うんだけど、うん、間違いないね。それをこう、うまく使ってくる方に対して、本気の本音を喋るってことは、普通の人はしないと思うんだよね。そうだね。うん。あなたに言ってどうするんですかって思っちゃうのが、うん、もう真実だと思うね、うんうん、本音だと思う、それが。そうだね。そう、あなたに言ってなんか解決するんですかって思っちゃうじゃん、うんうん、関係ないじゃないですかって思うじゃん、うん、でまあこれの事件に対していろいろ言ってる、まあ、アンチの人たちとかさ、うん、まあ、いっぱいいるわけじゃん、うん、まあ、その人たちもまあ俺もそんな井原くんとかめっちゃかかられたわけじゃないけど、うん、なんか言わなくていいんじゃないって、当人同士じゃんこれって、うん、そうね、被害に遭った方とやっちゃった側、うん、ここで白黒つけるべきだと思ってるから、はいはいはい、
外野がわーわー言って、うん、ややこしくしていくわけやん、もっと。さらに。間違いない、まあ。俺も今それやってるかもしれないけど。俺、わーわーは言ってないからさ。まあそうだね。客観的に見てこう思いますよって話しかしてないから。個人の意見だからね。そう。顔出してるし、うん、なんか文句あったら俺に言ってくれればいいんだけどさ。そうだね。その顔も出さずにさ、わーわー言うのは、まあ、お門違いかなと。そうね、毎回やっぱそうだけどね、うん、やっぱ外野の騒ぎ俺思うんだけど、うん、やっぱ今まで楽しませてもらった部分もあるわけね。あるね。でさ、まあ1個の悪い、まあ、すごい悪いことだと思うんだけど、うん、なんかそれ急になんかさ、こう全部無にキスっていうのがさ、俺はずっと嫌いで、うん、それだけはなんか思うんだよね。まあ、それ俺も思う。視聴者さんはさ、ね、矢野君の試合だったりね、うん、この言動だったりでさ、うん、いっぱい楽しんできたわけやん、ね、そうそうそう。それ急にコーンってやって、うん、お前は犯罪者だ、詐欺師だ、わーわーわーっていうのもね、まあでもそれやられた側にからしたら、まあ、まあね、その人たちはやられてないんだよ。でもまあそうだね、外野側は、うん、だから外野がやっぱそうね、悪口言うのはおかしいよね。うん、だから個人的にはちゃんとこう向き合った上でまたこう楽しませていただきたいというか、うん、ちゃんとその生産をしてきてほしいですっていう、なんか温かみのあるサトシリプライみたいな、うん、確かにを送るのはいいのかなと思うんだけど。そうだね。まあでも伊原くん自体はさ、うん、本当にこれで潰されちゃったらさ、うん、なんか俺はもうもったいないという、まあそうね、めちゃくちゃ思うんだよ。戦うセンスもあるし、そうだ、こういうので潰されていく人っていっぱいいるやん、世の中。いやー、めちゃくちゃいるでしょ。いるじゃん、ね、だからそれの一人になってほしくないなっていう、うんうん、別に伊原くんの肩を持つわけじゃなくて、うん、単純に俺も伊原くんのファンだし。そうやね、うん、溝口さんとかも言ってたけどさ、うん、守るみたいな感じで、うん、運営の人は守ってくれると思うよ。そうやね、うん、とことん頼ってほしいよな。そう、うん、自分だけで背負い込まないでほしいというか、うん、好きだからこそ。そうやね、うん、やっぱみんな見たいじゃん。いや、見たいよ。伊原くんの試合見たいじゃん、うん、じゃあチャンピオンがいなくなっちゃうんだぜ、ね、あんだけ頑張ってさ、うん、もう強敵をさ、喧嘩自慢が倒してきてるわけよ。まあ、ストーリーめっちゃあるな。そう、そこまずすごいやん、うん、まあ、そんなさ、みんながさ、言うのやめようぜ。そうね、当人同士で、まあそのもちろんね、うん、どっちの肩とかじゃないけどね、うん、それはやっぱ伊原くんがちゃんと生産っていう言い方もあるかもしれないけど、ね、ちゃんと本当に相手がもう許しますっていうまで向き合うじゃないけど、そうだね、うん、相手が満足するまでちゃんとこう最後までやるべきだね、きれいに。そうだよね、ね、うん、そこやれば別に何も言われないと思うし、うん、それでも言ってきたらなんかただの言いがかりみたいなもんだ、うん、そう、まあまあ過剰に要求されたりしたらね、うん、ちょっとそこは相手も間違うって、まあ、それも恐喝みたいなもんだよね、うん、逆に思ってはしまうけどね。まず山川くんとかもね、まあそうだね、タイムリーであって言ってるけど、うん、まあ、山川くんもやっぱその被害者側の気持ちが分かるから、うんうん、言うのはしょうがないと思う。重なっちゃうよね、うん、やっぱね。そう、やっぱその人の気持ちが分かるわけ、山川くんとか、うん、だからそれはしょうがないと思うんだけどね、うん、やっぱ伊原くんは伊原くんで、うん、あの向き合おうとして頑張ってると思うし、うん、でまあ東側ってすごい辛い思いをしてると思うんだけどさ、うん、まあ、これは本当に最初も言ったけど、うん、もう当人同士でスッキリさせれば終わりじゃないっていう、うん、なんかね、でもともと多分知り合いだろうと思うしね。まあそうだね、うん、まあ、応援してくれてたわけだろうと思うしね、うん、まあ、しかもね、こんないろいろさ自分でこう悪いことしてきちゃったらさ、うん、辛いじゃん。そうね、実際その辛い思いを背負いつつさ、うん、その分ブレーキングダウンで一発当ててやろうと思ってさ、うん、こう今の状況になってるわけやん、まあ、有言実行してきてるわけよ伊原くんって。まあそうだね、そうだからこういうのも全部多分ね伊原くんはちゃんと向き合うと思うよ今後、うん、そうね、うん、そんな本当に根性ない男じゃないもんね、じゃない、きっとね、まあ、これが本当だったらね、うん、これが本当か嘘かもさ正直こっちからしたら分かんないから確かにまあ本当だからこうなってるんだろうけどさ、まあそうだね、明細みたいなのもあったしね、うん、うん、まあ、だからただまああんまりこう伊原くんをこう攻めてほしくないなとは思う、うんうん、肩持ってるわけじゃなくて若い目を潰すじゃないけどさ、うんうん、まあ、若くないんだけど、まあ若くないんだよねまあ争いなんだけど見た目とちょっとだけだから若いの、まあ、伊原くんのキャラもあってこれされてんだろうけどね、まあ、そうね、強気の感じでさビッグマウスだからこそこうもう盛り上がっちゃってる変に、うん、あると思うんだけど、まあ、伊原くんに会ったことある人とか伊原くんの身内は伊原くんのこと守るしさ、うん、被害者側のさ身内とか被害者側を守るわけだからさ、そうだね、まあ、ただ悪いのは伊原くんだよそもそもが、うん、根本の原因はね、そう、原因が伊原くんだから、うん、そこはあのちゃんと私たちは把握してますから、そこはちゃんと把握してる、完全に伊原くん大丈夫伊原くんが正解みたいな、うん、そういうのはない、そういうのはないよね、うん、そもそも悪いもんだって、うん、踏まえた上だから、踏まえた上、うん、踏まえた上で今後も大事だし、うん、まあ、過去ももちろん大事だし、うん、って感じで伊原くんには今後とも僕はね、うん、好きなのでね、そうね、はい、頑張ってってほしいなと思います。こんなブレイキングダウンね盛り上げてくれた人なかなかいないと思うから、いないよ、だって今回12なんかさすげえ盛り上がったわけや、うん、ね、過去一番盛り上がったんじゃないかって言われてくらい盛り上がったわけや、うん、そのさ功労者賞、うんうん、功労者賞、うん、伊原くんは功労者賞まあ運営の人もね今も大変だと思うけどね、うん、こういうことが起きちゃうとね、うん、ただまあブレイキングダウンって構成の場を与えるとこじゃん、うん、今別現在がやったことじゃないから、
まあ確かにね、うん、まあ更生していけばいいんじゃないっていう、うん、その姿を見せるのもやっぱ謝罪でもあるじゃん、それ。まあ確かにね、うん、俺もそう思うな、ちゃんと、ね、もう本当にこう向き合ってじゃないけどね、うん、離れないでほしいね。ね、まあでも自分がされたらね、うん、そう思わないかもしれないよね、実際。まあそうだね、わかんないからな、本当に。それが自分が本当にこうされた時に、うん、ただなんかもう住んでる感じだからなって思っちゃうんだけどね、なんかそれを大きくしてるようにも見えるというか、これはどうなの、これは本人たちしかわかんないよね、真実は。そうね、うん、ちょっとやっぱこう広めてる人たちもやっぱいるからな、そっちの、うん、だからわかんないですね、うん、あとまあこの関係の方たちちょっと怖いんで、そうね、あんまりこう深く関わるのはね、深くこう言っちゃうのは怖いんですよ、正直。まあね、はい、リスクありますから皆さん、うん、顔も出して場所も出してこういうふうに喋ったってリスクあるんですよ。そうだそうだ、知らないと思いますけど、うん、はい、本当にまあちょっとスリルもあるな、スリルもあります、うん、はい、ただ僕は言いたいことを言うっていうのが、うん、そうだね、僕の主義、うん、信念でありますんで、うんうん、そこを曲げたらもうミックンじゃない、じゃないじゃん、そう、はい、って感じでね、まあ衝撃だったりとかさ、うん、前のねブレイキングダウンの人たちも言ったから、ね、そうだね、まあ今後ともね、うん、僕はブレイキングダウン大好きなんでね、おもろいかな、はい、ブレイキングダウンっていうコンテンツってやっぱさ、うん、再生も取っちゃってるしさ、うん、人気もあるしさ、まあ稼げるみたいになってるからさ、うん、煙たくなるのはしょうがないと思うよ、みんな、まあ、そうだね、ずるいとか、うんうん、だからまあ皆さんブレイキングダウン出た方がいいです、好きオーディションの、あれ募集いつまで、あ、9日までなんですよね、皆さん明日までなんでぜひブレイキングダウン13応募してください、ね、この方たちも最悪もブレイキングダウンに出て殴り合って解決すればいいんじゃないですか、うん、多分無理だな多分無理やな、今回の無理か、多分伊原君多分、うん、手出せないんちゃう、 そうか、まあ、それもいいと思うんだああなるほどね、そう、本当に伊原君が悪いと思うんだったら一方的に殴られる1分間、確かにね、まあ、それで相手がスッキリするのであればいい、うん、まあ少なからずはね、うん、気持ちは伝わるかもしれないね、お互いの、まあ、それもありだと思うし、うんうん、ブレイキングダウンを絡めて、うん、なんかこう謝罪の形とか出してもいいと思うけどね、まあ、2人がなんか元の関係じゃないけど、うん、まあね、また修復とかした方が嬉しいよね、そう、まあ、結局さ、みんなハッピーで生きようぜ、うん、まあそりゃそうだな、うん、基本ポジティブでね、行きたいよね、ここら辺で今日はしようと思いますね、うん、大丈夫だった、ちょっと後半ちょっと不安だな多分意外とプスッて急に消えてるかもしれないはい、って感じでね、うん、皆さんブレイキングダウン13もありますし、うん、まあ、12.5 も6月末にあるんで、うん、そうだね、そこをまた盛り上げていきたいと思いますので、うん、皆さんまた次の動画を楽しみにしてください、はい、お願いします、ではまた会いましょう、バイバイ。